例えばコージー選手、なんかバンタム級の同じ階級の選手たちが、俺とやった方が面白かったでしょみたいなコメント出してましたね。いろんなコメントがあって、まあコージー選手はもっとガチ路線で戦えよみたいな、そういうコメントがすごい来てまして、俺が思ったことをちょっと話そうかなということで、結局なんか俺とやった方が面白いでしょって言ってる人たち、ほとんど別に視聴率取れんでしょ。勘違いしてる人多いのが、結局なんかライジンってなんで成り立ってるのかっていうところなんですよね。地上波の放映があるからなんですよ。地上波の放送がなかったらここまで有名になってないんですよ、ライジンって。集客もできてないと思うし、なんでお客さんありきの競技じゃないですか、格闘技って。そのお客さんがいないと成立しないんですよ。お客さんがいなければ地下格闘技と一緒ですよ、それこそ。ということはテレビがなかったら結構厳しいんですよ、ライジンって。地上波があるからこんだけ魅力的で素晴らしい団体なんですよね。だけど毎年大晦日も視聴率低いんですよ、正直。3%とか4%とかさ、5%とか。で、こんなんだったら、なんか、放映してくれなくなっちゃうと思うんですよね、この先。結局、まあ、テレビが大事と。視聴率が取れる人が大事ってことじゃん、したら。今回、その、五味選手と浩二選手に対して、その、俺とやった方が面白いって言ってた人の、なんか選手見させてもらったけど、大体別に五味選手と浩二選手が一番視聴率取れる人って思ったね、俺は。その2つのカードが一番取れてんだから、いろんな人名乗り上げてましたけど、結局発言権はないかなと俺は思ったね。浩二選手とかってチケットめちゃめちゃ売るんですね、話に聞くと。3000枚とか。ってことは、なんか興行主からしたら、そんだけチケット売ってくれるんだったら、その人使いたいよねってなるわけよ。の試合が成り立つものとして、観客が入らないと意味ないから、観客呼べる選手って偉いよねっていう、まあ、それで強かったら一番かっこいいんですよね。かっこよくて素晴らしいっていうか、まあ、マクレガーとかそうじゃん。ペーパービューとか一番売り上げて、それも一番ファイトマネーももらえるだろうし、結局なんかでも見たい試合って、平本蓮 VS 萩原恭平みたいな、ああいう試合だと思うんですよね。あの試合が一番楽しみっていうって多いと思うんですよ、結局は。失うものは大きいし、リスクは背負ってるんですけど、あんだけ盛り上げてるっていうところで、そのプロフェッショナルなんですよね。平本蓮とか勝ったら、これはもうすごいじゃないですか。あんだけ言って勝って、幻想抱かせて勝って、強いじゃん、マジで強いじゃん。どうなの、次朝倉未来とやってどうなの、思わせられると思うし、そこで勝ってきたら俺もやりたいねってなるんですよね、やっぱ。そういうなんか見せ方ができる人っていうのが増えてくると、格闘技全体が盛り上がるし、お客さんもやっぱたくさん増えるだろうし、いい方向に行くような気がしますね。まあ、謙虚なのももちろん大事だし、その謙虚なんていうのはみんなそうなんですよね。リスペクトしてるに決まってるんですよ、こんな辛いことやってるんで。対戦相手、俺もリスペクトしてるんですよ、毎回。八千君となんてあんなさ、バチバチやり合っても、今朝も一緒に練習しましたし、試合が終わったら関係ないんですよね、もう。でも試合終わるまでは、お互いなんか、なんていうの、後に引けない状況を作り出すっていうのが、プロだと思いますね。五味選手 VS 浩二をなんか批判してる人がめちゃめちゃ多かったんで、すごい思ったこととして話したんですけど、浩二選手とかはプロフェッショナルなんですよ、格闘家として。実力がどうこう分かんないですけど、格闘家としての盛り上げ方とか集客率だとか、視聴率とかに関しては分かんないですけど、そのいろんな選手の中で、一番取れると思うんですよね、五味選手とやったら。だからなんかこのカードを組むぐらいだったら、もっといいカードあったんじゃないかっていうのは、ただのガチの格闘技ファンなだけであって、その格闘技ファンの枠を超えて、いろんな格闘技ファンを取り込もうとした時に考えたら、別にそのカードはいいんですよ、全然。俺にとってはもう全然いい、面白いカードでしたね。照らそう。